御嶽山噴火4分前の笑顔で写る高橋さん。この写真が最後の遺品となった。御嶽山の噴火で犠牲となった京都市西京区育ちの会社員高橋秀臣さん、41歳、のスマートフォンが見つかった。遺族が確認すると、青空を背に、山頂でにこやかな表情を見せる高橋さんの姿が画面に現れた。最後の贈り物をありがとう。遺族から画像を託された友人が2日、ツイッターで公開した。遺体安置所で遺族が警察から受け取った遺品の中にスマホはあった。奇跡的に無傷で、電源も入ったまま。澄み渡った青空を記憶に刻むかのように、高橋さんは写真を何枚も撮っていた。標高3067メートルの山頂でポーズを決める一枚が最後に残されていた。噴火する約4分前、穏やかな時間が流れていた。天国のような美しさ。秀くんが山を愛した理由がわかりました。幼馴染の男性は写真を見て涙を浮かべた。